さあスロモンニカエラ、前半戦はですね梅谷慎がマイナス、私木村雄太が若干のプラスなんですが、終わるわけねえじゃんこのまま。天下の梅谷慎がこのままマイナスで終わるわけないということで、さあどこまで追い上げるのか、どんいきます、お楽しみに。木村魚拓と塾長がアチスロで対戦。勝負は3回行い、1回の表塾長、1回の裏魚拓といったように野球のように進行します。毎回助っ人を呼んで乗り打ちした合計サマイがそれぞれの得点となり、勝敗は3回のトータルサマイで決定。一発を狙うのか手堅く立ち回るのかは勝負の展開、そして助っ人次第です。実戦ルールは軍資金自腹の乗り打ち勝負、制限時間は7時間、その他は収録ホールのルールに従って立ち回ります。先行は塾長チーム、助っ人は自身で選ぶオールマイティー沖光、琵琶湖の3人。高校の魚拓チームの助っ人はルーキー酒井、伊藤真一、誰かはお楽しみのミスター X。 果たしてどちらが勝利するのか。魚拓塾長のスロモン。今回は2回裏木村魚拓梅谷新コンビ後半戦の模様をお送りいたします。さあ運命の後半戦、はい、ここからスタートしますが、はい、なんだっけ今は3ダー、3ダーですね。3ダーに移動してビッグ1回引いたところと、伊藤氏が3万1000円です、で3万400枚ぐらい、いやいやそんな滅相もない、350枚です400枚もない、400枚もない、その400枚では高野さんじゃないで自分が、7000円投資の700枚ぐらいかな。そうすごいすね、足りないじゃん、さすがカリスマライターせいやせいやどうすんだよこの後。いやまあ慣れるの俺じゃん。いやでも正直、はい、いい感じで後半戦迎えると思うんですよね。まあ希望はかなりある気はする、ね、あるでしょ、はい、その何にも掴んでない状態で、はい、っていうんじゃないから、だからそのサンダーが高設定だったら、木村さんのスカイラブが高設定だったらって話なんですけど、俺今日設定関係ないね、あ出るね、なあ出る木村さんは出る木村さんは大体出る何言ってんのテンションだら下がりのくせしたら、いやいやだってさ明日休みじゃないでしょ、そう明日休みだと思ったら休みだなこのねこのそれは分かる、はい、あの前後の間にねそのねもう明日休みなんですよ、そうそう、ね、何もないですよ、そうそう飯食ってるそういう話で、ね、休みないで何してんだみたいな話してたら思い出したんですよね仕事をね。秘書版 DX のバトルよろしくお願いします頑張ってますね僕ら俺も読んでるからねすごい、いや読んでないでしょ、読むって言って流し目でしょ、いやいやいや、むしろ必勝本読んでるから、本当にバトルとかすっげえ楽しみなの。今誰出てるか知ってます？一人で、はい、ヤマト、いやいやそれね、あの本誌の方ね、ボケっての DX の梅谷選手でしょ、はい、嵐君でしょ、ヒョウ君、誠君、ララちゃん、もう一人がこれ、うん、ケンゾウ君です。ああそうか、ケンゾウ君のは俺あんま読んでないからシャバ像はいらんわちょっとなんかね上から下までバカにするのやめてもらっていいですか、なんでですか、なんでですかいやちょいちょいね僕の先輩のことも言うし、言いませんよ、たけし上等みたいな、たけし上等じゃないまずないまず生駒たけしさん先輩、はい、別に何でも上等でもないあのねみんなね、あのねうちのこう若い人たちはこうねそうやってグイ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 圧力かけるでしょダメでかけるとほら上にみんな伸びていくじゃん、ボーンって出るでしょ、でこのなんかこうわざわざカメラ越しに言うことじゃないですけど、はい、まあガイド以外の人たちにこの人がこうねこうグイグイ来るのは気にしなくていいっすよ別にこれ怖くないんで言い返した方がいい、あの女子に言う下ネタとかもあのみんなねもうビンタとかした方がいいよなんすかその変な攻略法みたいな、いやそう木村さんはね意外とねこっちもグイっていけばねそんな来ないんですよ、あのそんな攻略法でパスを攻略してもらいます、今マイナスなんでなんだかんだでね逆転しましょう、はい、お互いまあ状況は悪くない、悪くはないですからね、はい、はい、一気に取り返します、はい、目標は、目標はまあ、まあ、僕がプラマイ取るんであればいいかな、はい、8000枚ということで、はい、さあ頑張ります今回の収録ホールは埼玉県埼玉市にあるアリーナ岩槻店、小成街道沿い岩槻工業団地そばにあります。
設置台数はパチンコ400台、パチスロ182台、全機種無制限制で目玉の移動共有が OK です。アリーナ岩槻店では新鬼武者、飛砲伝、モンキーターンなど人気機種から新台まで幅広い台を揃えてお客様をお出迎え。また遊べるゴスロも用意しております。アリーナ岩槻店、ご来店をお待ちしております。前半戦から引き続きダイナミックサンダー V を打っている梅谷。なんかちょっとダサいんですけど、レギュラーこれ押しちゃったらいきなり揃いましたね。で、多分これは単独だと思います。その前に怪しいの何も引いてないんで。開始早々のビッグボーナスをゲット。一挙に3回持つと。さっきのビッグなかったからちょっと不安でしたからね。これでチェリーは0回だが、スイカが3回と少しだけ安心できる状況へ。魚卓も前半戦から引き続きスカイラブ3を打ち続け、こちらも開始早々レギュラーボーナスをゲット。バッケー。このレギュラーボーナスでは ART へは入らなかったものの、立て続けにビッグボーナスと良いスタートを切ります。さらにこのビッグ中にバー揃いのチャンスが。これ多分2分の1ぐらい揃えますよ。はい、 OK。後半戦早々勢いに乗る魚卓はさらに出玉を伸ばします。まずは37ゲームビッグボーナス。続いて46ゲームでビッグボーナスと、魚卓の勢いは止まりません。後半戦開始から一気にビッグ3回、レギュラー1回を当てます。さらに今度は ART 上乗せ期待度の高い大空賊モードへと突入。素晴らしい。4つ、最低4つ。大空賊モード中に4個以上の ART ストックで一気に持ちコインを増やします。まあ俺はプラスですけど、あの相棒の部分がないとまだ足りないっていう。全然足りないな、まだ。魚卓チームの命運は梅谷に託されてきましたが、その梅谷は300ゲーム経過し、持ちコインも残りわずかになってしまいます。がギリギリのところでスイカからボーナスをゲット。なんかここがね、あんまり良くないところらしいですよ。早々に確定しちゃう。まあレギュラーだけどスイカと同時当選。早々に確定したのはレギュラーボーナス。しかしあっさりと持ちコインを飲まれてしまいます。いや、力なく飲まれてしまいましたね。ちょっと見て回りますか。ちょっと危ない気がするな。危ない気がするのは魚卓の行動だが、飲まれました。困ったね。え、困ったね。よかった。困ったね。困りました。データ見してちょっと。いや別にデータはあれ、ヘタレアベって書いてある。ヘタレアベって書いてあるからやめろってことか。あ、ヘタレアベ本当だ。ヘタレアベ、俺がうんこしてる間ね、ヘタレ目してたんですね俺。そうだよ。やめろってことかな。
じゃあちょっとまあやめる方向で、あの正直数字も微妙なんですよ。で単独レギュラーも引いてないし、でベルはまあ3とかそんな感じで、いくつスイカ落ちてるんですけどチェリーが0なんで、まあ合算すれば悪いんで、まあ、ちょっとうろうろする。あんまり、まあでもまだそのもし全力があるとしたら可能性が残ってるっていうことで。なるほどね。まあいつでも手つけられるからね。はい、なのでちょっと見てみます。いいよ、一発狙っても。え、一発狙ってもいいよ。まあちょっとうろうろしてなんとかしてみます。だって投資3万円のままでしょ。3万円のままです。取り返せよ。俺がお願いします。じゃあ僕あの取り返してくれる前提で動いてますんで。はい、あの天井狙いでもしてて、エヴァの。ああ、はい、ない、そんなのもない。梅谷ボールを見回りますが良い台は見つからず。まああのやっぱりむしろまだこのサンダー続けてるのがマシです。無理に他の台打つのはちょっと怖すぎるな。もうもうちょっとサンダー様子見ます、のんびりと。なんでこのヘタレ雨って書いてあると消しときますね。ヘタレ雨じゃん。ヘタレ雨ない。ヘタレ雨じゃん。ヘタレ雨ない。ヘタレ雨ない。ヘタレ雨でしねえよ。いや、ヘタレ雨、ヘタレ雨か。ねえ、今チャラだと思っていいよ。本当ですか。チャラでこっから1000円でも2000円でも浮く立ち回りというか、50枚でも、うん、50枚、1枚でも浮く立ち回りを。あ、分かりました。じゃあボサラから。ええ、あ、聞こえてた。そっか、木村さんが出てくれてるんで、こっから僕これ以上負けない立ち回りっていうことですね。はい、分かりました。あ、スイカ取り込ませた。ええ。いや、演出出して急に出たんですよ。梅谷1000円の追加投資をした後、310ゲームのモンキーターンが空いていたためそちらに移動。まあゾーン中のモンキーターンが打ってました、なのでとりあえずこれを打ちつつ考えたいと思います。まあ、一応384までが、ゾーンということで、本当に安い期待値です。600円もないぐらいかな、まあ、なんですけど一応プラスということで、打つこと自体は問題ないと思います。狙い通り輸出モードへ突入するも、モンキーターンって言われるんじゃないですか。モンキーターン。ART には入らず。ああ、ダメだな。今度は320ゲームで空いていた436番台へと移動します。安い期待値を拾っていきましょう。それではゾーン狙い2連発。どっちかヒットしてくれればいいのにな。位置を追って移動した梅谷は狙い通り輸出モードへ突入します。が今回も ARTA は入らず。モンキーターン。ここまでの総投資額が3万7000円となってしまいます。旅に出ますか。梅谷足を使い良い台を探し回ります。逆に好調なのは魚拓。ART は6セット目に突入し、ここでビッグボーナスと持ちコインをさらに増やします。まあ、ジェリー、まあ外してもいいや、いっちゃえ、取っちゃえ。ビッグボーナス。ここで魚拓、ビッグラストゲームで ART 上乗せのチャンスです。ラストチャンス。取っちゃえ。このチャンスだ。オッケー。かっけー、俺かっけー、マジ。最終的に ART は10セットまで継続。終わったか。じゃあ当てて。ここで押し順を当てれば継続となりますが、おお、神の涙。仕事は終わった。本当ですか。休んでていい。はい、素晴らしい、素晴らしい。今回は上乗せもなく11セットで終了ですが、一撃で1470枚のコインを得ます。この台が
空いたら打つのになみたいなのあるの？別にハマり台がまあ開けばなみたいな。これとかよし開いたよ。まさにこういうの待ってた、こういうの待ってた。あ、回してみた。え、今誰か回してんの？ねえ、あれやっていい？あれやっていい？いいよ、いいよ。本当？いいよ。ごめんね。よし、帰ってきたぜ。梅屋、最後の望みをかけて再び434番台のモンキーターンへ移動。まあ、早めにね、とはいえ早めに懲罰あたりで解除したいですけど。え？なんですか？あ、やってもらえるんすか？いや、ガチで嬉しいな。あ、痛い痛い。あ、お、すげえ肩凝ってるんで助かるけど、なんなの急に。助かるけど、なんなの急に。痛い痛い。あー、あ、気持ちいいのはいいんですけど、なんでこの人こんな看護婦のコスプレしてるんですかね。いやらしいな。ああ、チャンス目。え、なんかおっぱい揉むのこれ、あれ木村さん。ちょっとだけ俺喜んでたんすけど。問題で、問題で、俺お願いします。あ、本物だ。ここで魚宅、好調だったスカイラブ3をやめて台を移動します。さあ、じゃあめったに落ちてないってね。じゃあモンキーターンの673、もう大体残り時間が1時間ちょい。まあ多分あのスカイラブ設定はあると思うんですけど、高設定だと思うんですけど、それよりもね、美味しいモンキーの方がおそらく多くを望めるんではないかなということで、モンキーターンに移動します。残り時間を考えて瞬発力の高いモンキーターンへ移動した魚宅はすぐに遊出モードへ突入します。あれ、ここで遊出モード終了後すぐに遊出モードと激アツの展開へ。超ヤバいパターンじゃないこれ。ほら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 、あ、当たったわ。どうしかね。もちろん SG ラッシュ突入と今日の魚宅は神がかった動きを見せます。全速モードへ突入した魚宅、一体何ゲーム上乗せができるのでしょうか。おい、おい、うわ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 、大変大変大変。ほら、おい、喉乾いたな。という魚宅の声を聞いた梅屋はすかさず自動販売機へと走る。ね、さすがにね、2回目はできないね。口のところには触れないようにね、こうやって受けて。おい、すいません。何でも言ってください。いや、お強いですね。おー、もうすいません、ほんと。
わけねえじゃんバカ野郎。おいほら全集合。おい。その後 ART は4セットまで続きますが、ここで ART は終了。一方梅屋は、木村さんにお金借りてこよう。木村さん、いや楽しそうっすね。まあまあ僕今1113ゲームなんですけど、財布の中にお金がないんですよ。いくら使ってんすか。5万、全部で5万いくらだ。5万6000円か7000円ぐらいです。チョリース、モンキーターンの打ち方教えてやれよ。もうすいません、ほんとヘッタクさんがなあ。投資5万6000円を超え、魚宅からお金を借りる始末。いやでももういや確かにね、今日僕はまあダメなところもありましたけど、すごくついてなくないですか展開も。梅谷先生、はい、俺これもうないんだけどさ、どうした方がいい。どうしましょうね。もう僕はもう考える力はないです。もう一回打った方がいい、ね、いやもう一回終わる方がいいでしょ。ということで魚宅124ゲームまで回し実戦を終了とします。気になる結果は1669枚なんで、だいたい1300枚ぐらいのプラスかな。1264ゲームでやっと当たった梅屋、総投資が6万1000円ですが、ここから巻き返しはなるのでしょうか。頼むよ、頼むよ。梅屋わずか396枚で終了。その後129ゲームまで回したところでギブアップ。スロモン、さあ、はい、終了しました。しましたね、終了。じゃあまず結果から。そうですね、簡単に。はい、はい、僕ですか。僕から。出玉が163枚で、はい、投資が、はい、久しぶりに使ったでしょこんなに。ああですね、3000枚、3050枚。はい、50枚ですね。3050枚です。なんでごまかしてんだよ。いやーまあじゃあちょっと、じゃあ次、私は投資が350枚で回収が1669枚。立派だね、やっぱすげえな。何がで、木村さんすごいっすね。うるせえよ。だって僕とほぼ同じことしたわけじゃないですか。でまあその2人合わせると、はい、いくつになるんですか。マイナス1568枚ですね。ってことは、はい、私のチームですね、はい、前回と合計で2469枚のマイナスと。塾長さんチームとの差が4000枚オーバーってことですね。いやいや、まあなぜこうなったかまずちょっと振り返っていく、反省していく。最初、はい、まあ前代後設定かもしれないっていう動きを最初前半はほぼしてたじゃないですか。そうだね、その塾長の時になんかそんなような感じだったんで、はいはい、まあちょうどそのいろいろメールとかができないっていう時期に入ったので、うん、その前の流れを組んでいるだろうという、そうだね、はい、で打ちまして、まあ、秘宝殿を並んで打ち、はい、まあ、僕はノーボーナスでしたね。そういう、はい、そうですね。でその後スカイラブに行きましたね。まあ氷点下、まあ、早めに見切って、でやっぱりそういう機種よりもちょっとそのみんなが打たないような、そうだね、あと解析の出てないような機種に入るんじゃないかと
今までのこの店の傾向だよね。そうですね、はい、はい、で、僕はレギュラーしか弾けなかったですね。はい、木村さんがそこでこう出だしたわけですね。そうですね、はい、そして僕あのあ、あれ打ったんですね。何ですか？バラサ。あ、それ挟んじゃったんですね。そう、バラサ挟んだんですよ。はいはいはい、それがまずったな。で、あ、サンダーV、ここまではまだ全体がまあ結果あるかもしれないですけど、うん、まああるだろうという根拠をもとに、うん、じゃあ3台じゃないかと、うん、レギュラーがすごい当たってる台が2台あって、ね、そうですね、うん、ていうかその台しか稼働してなくて2台とももうあの800ゲーム内で4回っていう両方そうでしたね。あれ100人いたらね、はい、99人そう読むよ。そこいい感じだったんですけどね。そう、そこで折り返したわけですよね、はい、そっからなぜこうなったのかちょいまいち覚えてないんですけど、あ、泣きっ面にモンキーですね。泣きっ面にモンキーが。モンキーだけであれどれぐらい入れたの？モンキーに1000万以上入れた。そうですね、入れましたね。あのゾーン狙いを2台して、うん、まあ多分2000、3000とかで、うん、でその後その僕がゾーン狙いした台がちょっと育っちゃうわけですよ。これその後両方育つわけですよ、はいはい、まあ僕はその最初に育った方を、はい、打ったわけじゃないですか、うん、でまあちょうど僕が700ゲームぐらいの時に片方のが680で開くんですよ。そうだね、これまずついてないですよね。でその方をなんかもじゃもじゃしてとか打ったらすぐ当たって。いやだからこう考えるとさ、いや確かに俺と差はあるけど今日ね、はい、紙一重じゃん。まずスカイラブで引っかかるかどうかじゃん。そうですね、でモンキーで、ねはい、引っかかるかで、やってること変わんなくて、はい、パチスロって紙一重なんだなっていう。まあ紙一重ですけど、でも避けれるっちゃ避けれるんですよ。要は、まあ、モンキーはしょうがないっす。だよね。他はリスクが高いっつってやるべきじゃないって話もあるんですけど、うん、まあ、やってしまったがゆえにモンキー以外のは、うん、多分期待値も取れてないんで、まあ、おそらくマイナスの期待値を食らってるんですけれども、ね、一番負けたのが、まあ、プラスの期待値だったはずのモンキーですから。だよね、はい、4000枚程度の差がついてしまいましたが、勝負はこれからですよ。この業界で多分一番上の人だよね、酒井さん。そうっすね、僕の認識してる限り。そうっすね、だよね、だって大崎さんとかより上、はい、上ですよね、だからね、はい、そんな人が本当申し訳ないっす、ま、そんなこんな数字で託しまして、ジャグラーでそんな200枚獲得とかそんなはずないね。でも結構ジャグラー好きでした。酒井さん、はい、いや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 、まあ、4000枚をガツッと、はい、追い上げ、すいません、お願いします、酒井さん、よろしくお願いします、はい、お手柔らかによろしくお願いします、はい、海谷選手は次リベンジしてやるで、スロモンの、さあ、3回表裏、これ大注目ですよ。歌舞伎町のホームラン王が登場します。お楽しみということで、さあ今回ありがとうございました。ありがとうございました。また3回よろしくお願いします。さよなら、さよなら。次回のスロモンは3回表、塾長沖光コンビの前半戦。4000枚以上リードしているチーム塾長はお気楽実践となるのか、それとも真剣勝負となるのか、お楽しみに。